エバス先生はじめまして、エバス先生の YouTube の講義はとても面白く分かりやすくて納得できるし、とても癒され元気をもらえる内容ですね。それなのに、他の心理学系の関係の YouTuber さんより登録,者登録者数や再生回数が少ないなぁ、なぜだろうと感じます。私はこのところ心理学関係のチャンネルをいろいろ見あさっていて、 その中でエバッチ先生を知ったと思うのですが、先生のお話には毎日いつも勇気をいただいています。ありがとうございます。そして先生の笑顔がとても好きです。癒されます。先生の動画がどれもこれも興味のある内容で面白いので、今私は他の人の話も聞いてみようという気持ちがわかないほど、先生のチャンネルに夢中です。 先日先生の収入面について具体的な金額を開示している動画を拝見しそんなに少ない中でやりくりされていることに大変衝撃を受けました私は先生の動画にとても助けられお世話になっているので私,私も皆さんのように先生の経済的支援ができればと思うのですがすみませんが私,私自身もギリギリの生活をしているので先生を助けることができません申し訳ありません どうににかか切り詰めていいつか先生に恩返ししたいですところでエバトモとは何でしょうかどうすればなれるのですか <laughs> ありがとうございます最初の方を褒めていただいてわかりやすい納得できる癒される元気をもらえる内容なのに登録者数回数が,が少ないなんでだろうね わかんないですマニアックなんじゃないですか結構万人受けするようなみんなに共通するさ最小公倍数最大公倍数なんだっけそういうのがあるじゃんそれそういう動画を作ってないんじゃないみんなに当てはまるみたいな、うん、ふんわりしたようなやつあとはあとはなんか あんまり説得力がないとか見た目とか全て含めて話し方とかそんなところじゃないですかねあと心理学系のチャンネルって結構多くがさ精神科医だったりするでしょやっぱりそっちの方が権威があるしお医者さんでだからお医者さんだからねあでも普通になんか自称カウンセラーみたいな人もた結構やっててあでもそういう人はやっぱり 登録者数少ないですよ私よりは再生回数多いと思うけど <laughs> なんでみんな多いんだろうね不思議でしょうがないわまあいいんだけどあの見て助かる人がいればドンピシャで、うん、<laughs> 収入面がちょっと怖いってだけでさあんまり見てくれる人がいないとただこういうチャンネルあんま見る人が増えちゃったらそれだけ病んでる人が多いってことじゃんだあんま良くないんで本当は。 だから少ない方がいいのかもしれない。うん、ということで質問。あギリギリの生活をしているので助けることができないって大丈夫ですよ、うん。動画見てくれるだけでだいぶ助けになってんで広告収入が入るんで。<laughs> ところでエバトモとは何でしょうかどうすればなるのですかエバトってね別に何にも定義はないんだよ。 なんでこの名前エバトモっていう名前を付けたかっていうと付けたかっていうと何,何も名称がないんで物は私のチャンネル私のライブだけが居場所他にどこともつながってないっていう人がいるのねいるのだからそういう人にエバトモって名称があればいいかなと思ったそしたら私はエバトモとエバトモが私の居場所ですって言えるじゃんそういう人のために別に名前なんかつける必要ないんだけどだからエバ,トモエバトモ空間みたいなさライブを そういう名前を付けたの。うん。だ私、何だろうな。私にはエバトモっていう居場所がありますって言えるように。そっちの方が分かりやすいじゃん。うん。そうそう、それだけですよ。だから、どうすればなれるっていうのは、普通に私がエバトモですと思えばいいだけだよ。なりたいんだったらね。<laughs> 私はエバ、あだから私と対等に友達みたいに付き合いたいと思ったらもうエバトモでいいや。うん。それでいいや。 で私はエバトモエバトモという組織っていうかなんか集まりわかんないけどえ私の居場所はエバトモです私の居場所の一つにエバトモっていうのがありますでもいいじゃん別にたくさん居場所があってさ、うん、そうそうどこにも居場所がないっていう人がいたからここしか参加するとここでしかコメントできないとかさそういう人がいたからじゃあエバトモって名前つけましょうかっていう。 感じでなったんでだから誰でも自分でエバトモだと思ったらエバトモだと思って大丈夫です。うん。そ,そういう名前は付けられたくありませんっていう人は別にエバトモって言わなくていいし、うん、私はただのただ一人の視聴者ですとかさ動画が好きな視聴者ですとかライブが好きな視聴者ですでも何でもいいしショート動画が好きな視聴者の一人ですでもいいじゃん。うん、ということで誰でもエバトモって言っていいんだよ自称。<laughs> 自称なんで <laughs>。 <laughs> はい。ということで以上です。ありがとうございました。